今日は豚肉とドライトマトのビネガーソテー作っていきたいと思います。まずはニンニク一かけ、薄切りにしたものをストゥーブに入れて、オリーブオイルを入れて火にかけて香りを出していきます。その間に玉ねぎ、芯を取って薄切りにしていきます。この玉ねぎが煮ているうちにトロトロとなって美味しいソースに仕上がっていきます。ドライトマトは粗く刻んでおきます。ニンニクの香りが出てきたら、豚肉、筋切りをした豚肉を入れて焼いていきます。焼き色がついたら裏返して玉ねぎを入れていきます。さっと炒めて、ドライトマトが賞味期限が近かったのであるだけ全部入れてしまい、かなり多くなっておりますが、とてもいい味が出ていますので、たっぷり入れていきたいと思います。玉ねぎがしんなりしてきたら、白ワイン大さじ2、軽くアルコールを飛ばしていきます。赤ワインビネガー大さじ2、塩少々。ドライトマトから結構いい味が出て塩味もあるので少々で大丈夫かと思います。はい、これで蓋をして弱火で10分ぐらい煮ていきます。はい、器に盛って最後に胡椒を振ってディルを添えたら完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コメントもお願いします。